皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回はニオシリーズが世界的なヒットとなった光栄テコムのチーム忍者が放つファイナルファンタジーの外伝的新作ストレンジオブパラダイスファイナルファンタジーオリジン、この体験版をプレイしていきます。でこの作品ですね、一体どういうタイプのゲームなのか非常に気になっている方も多いと思うんですけども、これがね、簡単に言うとファイナルファンタジーの皮をかぶった中身は仁王という感じです。つまり高難易度な死にゲーとしてのファイナルファンタジーという作品。今回ですね、最高難易度ハードで本作に搭載されている様々な要素をじっくりと紹介しながら、最後に待ち受けるボスカオスとなるもの、このノーダメージクリアも目指していきます。ソウルライクな死にゲーとして生まれ変わったファイナルファンタジー、そこに一体どんな激闘とカオスが待っているのか、今回も皆さんと一緒に癒されていきましょう。ではね、早速遊んでいきましょう。ストレンジオブパラダイスファイナルファンタジーオリジン。でまずゲームを始める前にキーバインドをちょっと変えておきました。その後紹介、これですね、操作設定で今タイプカスタム、これになってます。デフォが A かな、 A と B で、さらにカスタムね、変更点がある位置、これを回避に振ってあります。で、バツボタン。これはインスタントアビリティ。これぐらいかな。よしと。じゃあ、これで向かっていきます。ニューゲーム。で、難易度選択。これがですね、イージー、ノーマルとハード。この3つ。ハード、より強力な装備が手に入る。これやってみようか。いつもノリで。多分皆さんもこれが見たいでしょう。ハード。さて、おそらく、まずチュートリアル。これ体験かな?チュートリアル、基本操作。で、ちょっと急すぎるだろう。ロックオンね。で、ブンブン。これは通常攻撃。あ、これハード結構きついね。一発が重いわ。で、これ回避ね。と、アクションアビリティ。これは多分戦技かな?見当たるもの。で、ガード。と、回避。これいいね。敵のゴブリン、切り刻む。ちゃんと技が出ていた。パニーとかもあんのかな、じゃあ。よし。ゴブリンが強い。で、さらに、ソウルバースト。ソウルバーストとは、敵の頭上に黄色く表示されているブレイクゲージを削り切ると、敵はブレイク状態になります。ブレイク状態の敵に近づき、丸ボタンでソウルバーストを発動すると、敵にとどめを刺すことができます。で、ソウルバーストの効果。ソウルバーストで敵を撃破すると、最大 MP が増加し、MP も回復します。ソウルバーストで最大 MP を増加させるほど、アクションアビリティでバトルを有利に進めやすくなります。で、最後、アクションアビリティ。R2 で MP を消費して、アクションアビリティを使用できます。アクションアビリティは敵の HP やブレイクに大きなダメージを与えることができます。アクションアビリティは2種類あり、R2 でジョブ固有アクション。で、もう一個、通常攻撃中に R2。これでコンバビリティが発動します。とりあえず、まあ、やってみようか。これで、これね。なるほど。で、削ったのかな?これがソウルバースト。やったどー。どうすんの?次は?で、これがですね、ソウルシールド。丸を押すとソウルシールドを構えます。で、構え中はブレイクを消費する。構え中に攻撃を受け止めると、周囲の敵をひるませて、ブレイクにダメージを与えられます。また、最大 MP が増加し、MP も回復します。受け止め成功時に四角を押すと、大きく踏み込んで、通常攻撃を行います。まあ、カウンターの一種なのかな?これで、今のは?はい。こういう感じかな?さて、大体分かった。これね、ソウルシールド。で、次ですね、インスタントアビリティ。敵の攻撃のうち、技名が紫色の攻撃をソウルシールドで受けると、インスタントアビリティとして使用できるようになります。入手したアビリティは×で発動できます。インスタントアビリティは発動に MP を消費しませんが、
発動できる回数に上限が設定されています。なるほどね。敵の固有技か。これで、投石をですね、まず、受け止めるんだな。これで、よし。で、ラーニングしましたと。これで、石をこう、ぶん投げますと。回数がですね、右下かな ×1。ちょっと、ちっちゃいんだけど。よし。で、3回ね、ぶん投げていける。これ結構なんか、難しいね。ただ、慣れるとすごいね、いいと思う。で、削ったんで、これね。よし。で、さらに、ライトブリンガー。サイド MP が1ゲージ以上あるときには、MP とサイド MP を1ゲージ消費して、N にプラス丸、ライトブリンガーを発動できます。ライトブリンガー状態では、敵に与えるブレイクダメージが増加し、敵のブレイク上限を削れるようになります。さらに敵の HP を0にして倒したときに、ソウルバーストと同じ効果を得られます。ライトブリンガーを発動すると、ブレイクゲージが専用のゲージに変化します。専用ゲージは時間の経過や被弾により減少し、ゲージがなくなるとライトブリンガーが終了します。ライトブリンガー中弱はブレイク状態にならないため、ブレイクしてしまいそうな状況でも有効なアビリティです。なるほどね。で、ちょ待ってね。ライトブリンガー、これで発動しました。まあ、なんか、デビルトリガー的な感じかな。で、ダメージ食らうとちょっと短くなりますと。俺結構食らってないというか、あ、回復したわ。いて。え、そう、画面外からダメでしょ、それ。んで、ラスト、こいつね。OK です。どうかな?よしよし。これで最後。そうね。基本操作、ソウルバーストとソウルシールド。で、インスタントアビリティとライトブリンガなんならここまで迎えに来やがれ。見学がてら行こうか。さあ早速出ましたカオスカオス神殿。そう、この作品ですね、 PV がもうなんか即座にネットミームになっていて、でもなんでかっていうと2分半のね PV の中でねカオスっていう単語がね11回出てくるんだ。カオスっていうまずセリフから今の始まって11回出てくるの、カオスっていう、もうカオスカオスっつって、でそれがすごい話題になりました。でまずキューブ、キューブに触れると HP と MP を回復、ポーションを補充できます。最大 MP が初期値未満の場合初期値まで回復します。またダンジョン内の敵が復活し取得していないアイテムが消滅します。HP が0になり戦闘不能になると最後に触れたキューブから再開できます。これも本当にかがり火ね、ダクソの。そっかそっか、チーム忍者が作ってるという500万本売れるタイトルっていうのはこれだったと。死にゲーとしての FF ね。でまずロックオンして、おとんほらやれよ仲間で、タム切りができるのかな。で、バースト。これ何?これは体験と体験し、まず体験の特徴。これはバランスのいい残属性の武器。近く長押しでため攻撃ができる。で、ため中に L1、これは通常よりもブレイクを消費しない強化ガード。また強化ガード中に近くで強化ガード攻撃にも派生ができます。で、通常攻撃のコンボ中、上キープラス四角かな、これで最属性の振り上げ攻撃で、後ろプラス四角で回転切りからため攻撃に派生ができます。で、注意点、体験装備中盾が装備できません。
盾もあるのか。もう本当になんかね、ダクソっぽいね。ソウルシリーズ。で、これはジョブ固有アクション。体験者はスピニングラッシュを使用できます。これは回転攻撃、自身の周囲を攻撃できます。R に名越瞬は攻撃が継続し、回転速度も徐々に上昇します。で、名越瞬は MP を継続して消費する。スピニングラッシュからは、四角でため攻撃に、L1 で強化ガードに派生ができます。派生がなかなか、むずそうね。ちょっとやってみようか。ブンブンして、で、溜めてこうか。なるほどね。で、ゲージ削ったら、コロコロしてる。あ、そんなにブン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 しないかな。あ、MP がないのか。よし。待って、削り切れてない。あー、一発がでかい敵の。よし。でですね、ジョブツリー、アビリティ、ツリーとアビリティ、敵を倒してレベルアップすると、ジョブポイントを入手できます。ツリーでは入手したポイントを消費して、アビリティやスキルを取得できます。アビリティやスキルには3つの種類があります。まずコンボ、通常攻撃中に発動できる威力の高い攻撃技。で、コマンド、どのジョブでもセットできる汎用性の高い技。で、最後、取得するだけで発動する補助効果、パッシブ。これそうね、まず、これかな、アサルトチェイス。移動量が大きい、ザン、最属性の連撃。で、セットができる。ちょっと見てみよう。まあ、そこそこいいんじゃない？便利くさいけど。で、解放する。よし。で、セット。取得したアビリティはバトルセッティングでセットできます。取得したアビリティの上で罰を押すことでバトルセッティングに移動ができます。で、セットする。これで、コンボアビリティ、これに移動してくる。で、この画面ではアビリティをセットできます。セットしたアビリティは通常攻撃中に発動ができる。コンボアビリティはセットできるスロットは決まっていますが、レイジングスマッシュのように全てのスロットにセットできる技、過去共通派生技も存在します。また、ジョブコインアクションも全てのスロットにセットできます。ここら辺はちょっとやって覚えろって感じか。四角からの R2。あ、なるほどね。四角四角から R2 とか。あ、これ結構細かいね。コンボのどこで派生させるか。ってことね。レイジングスマッシュ。四角四角 R2。アサルトチェイス。これで、ここにか。なるほどね。ここに上書きしていく。じゃあ、とりあえず、四角から R2。で、どうでしょう。こっち。ここなら大丈夫か。これはまだやれるけどな。これ待ってね。ジャンプジャンプ。このゲーム、ジャンプってない？もしかして。そっち。あ、先にこれこっちか。ジャンプないっぽいですね。あ、待って、MP がねえや。ちょ、見えねえ、ちょ、見えねえ。マジで。で、これでポーション。下キーでポーション、HP を回復できる。ポーション。よし。いや、これ本当にもうなんかソウルシリーズじゃない？これもう。おなじみだよね。しっかりガードして。いや、最後だったな。よしと。今んとこそうね、そのブレイクを削ったってのがちょっと見にくいかな。よし。で、装備。これで、どれ？バトルセッティングで装備する。装備について。バトルセッティングでは入手した武器や防具を装備できます。武器や防具を装備するとパラメータが変化します。また L さんで最強装備、これは使用できる。使用すると自動的にパラメータが最も高い状態になります。で、さらに装備レベルとは、装備にはレベルがあり、レベルが高いほど装備のパラメーターや付与される効果が強力になります。強力な武器や防具を集めることで、バトルを有利に進めることができます。じゃ、とりあえず、最強デッキか。最強頼む。一番いいの頼む。で、最強装備。よしよし。これね。これは暗闇の上位かな。レベル3。
結構硬くなったと思いたい。で、ポーション残り3つか。ジャック、下に魔物がいる。始末しておくか。ジャックはですね、今をときめく須田さんです。よし、これは今のアサルトで、ブンブン。ここら辺ポーション起こってないかな。回復本当になるだけ欲しいな。何これ、ゴブリンガード。いやこれ強いだろ。待て待て、一旦回復してからの、いやあれ連山か。しかも待ってな、あの紫色のさ技を打ってほしいんだ。でラーニングできるんだけど、いややっぱ一発これ重いね。あ、そうそうそう、今ですね。やったらあれ狙ってあれだけガードするの結構きついな。丸ボタンで。あ、そうそう、あれ連山ね。これなるガチで強いっす、こいつ。あ、そうそう、これを切り刻む。あ、そっか、紫じゃないんだ今の。すいません、紫技じゃなかった、赤技だった。あ、そうそう、今のやつだ。あれね、あれをしっかり丸ボタンで取んないといけないんだ。あ、これ結構むずいな。だがそれがいい。で、戦闘不能。戦闘不能になると最後に触れたキューブから再開します。また入手したインスタントアビリティ、これは消滅。で、さらに最大 MP が減少。敵は手強い時は最大 MP を増加させてから挑んでみましょう。アクションアビリティでバトル有利に進みやすくなります。で、次に魔力の残滓。難易度ハードでは戦闘不能になると最大 MP が初期値に戻ります。最大 MP が1点以上失われた場合、戦闘不能になった場所に魔力の残滓が残ります。魔力の残滓に触れることで MP を回収できます。回収できずに戦闘不能になった場合、残っていた魔力の残滓は消滅してしまいます。この MP っていう概念ね、これが結構重要なんだな。なるほどね。あと一発。よし。さて、こっからよ。これがガチの強キャラよ、これ。え、何この人、スーパーは持ってるってのはマジきつい。これを、あー、今のね、そう、あれをしっかり取れれば、いやマジこれパリしたいな。そうそうそう、今のねスーパーマン、あれきついんだ。あ、いいよ、取った取った。これでインスタント攻撃回避と思ったんだけど、そう、2連目が来るんだな。でこれはマジでしっかり回避して、いやーそれなんだよな、強い、マジで強い。まずい、回復。だそろそろ削っていけるんだよね。ここだ。こいつなんかさ、ブレイクしなくない？で、逆にこっちがブレイク、ジャックのブレイク。ジャックのブレイクゲージを削り切られると、ブレイク状態となり、一定時間、無防備な状態になります。また入手したインスタントアビリティが消滅し、増加させた最大 MP が一部失われます。で、最大 MP は初期値を下回ることはありません。MP のその概念がね、まだ、なんて言うんだろう、よくわからんというか。よし。今のは多分味方がやってくれたのかな。で、グレートソード。これはぜひとも装備でしょう。で、バトルセッティングからの、よし。4になった。こいつをしばく。
すがだな、ジャック。これで新しい道が開けた。で、今のこれはね、闇の噴出口。闇の噴出口からは敵は召喚されます。召喚された敵を倒すことで噴出口のブレーキゲージの上限を削ることができます。噴出口を破壊することで敵の召喚を阻止できます。敵のポータル的なあれね、これはなんか多分そう繋がるんだろうな、上とね。ショートカットもありますと。いやでもこれハードね、普通にむずいわ。いい感じにむずい。よし。で、ポーション。こっからそうね、上行くか、下行くか、まず、こっちかな。これはさっきの、あれか。上んとこね。で、シェイドガード。これもぜひとも装備する。よし。と、ジョブツリー。今ですね、なんか取れるかな。力プラス2。あ、これいいんじゃない?パッシブ。よしと。で、さらに、今ですね、2ポイントあるわ。どうしようかな。ひるみづらくなる。と、突属性。四角四角 R2。あと、スピニングラッシュ。MP 減少。どうしようかな。体力、この体力4アップ欲しいな。なので、一旦こっちを取って、で、これを狙っていこう。よしと。いや、本当に、ソウルシリーズね。で、そこにまあ足し算しましたと。で、ガード。魔法攻撃のガード。魔法攻撃はガードをしても全てのダメージを防ぐことができず、一定のダメージを受けます。敵の魔法攻撃は回避やローリングで避けるか、ソウルシールドで受け止めることでバトルを有利に進められます。受け止められるのか。これでね。で、早速来ましたと。よし。で、ファイヤーを唱えていける。効果大きくなる。で、ぶっ飛ぶんだろう。あ、もうちょっとか。これいいね。おなじみだわ、FF の。もうちょっと大きくすれば、多分ぶっ飛ぶと思う。こっち。こっちに飛ばして。あいつが人の盾になってんだな。怖っ。まずい。ファインヤブレス。あ、どう?さらに。もう一発。よし。よしよし。で、自爆した。よーし。で、ペイルグローブ。いいね。どんどん強い装備が出てくるわ。あいつグローブ持ってんのか。よし。で、ペイルグローブ。他はそうね。特に、ないかな。これを作ってるチーム忍者、古くはですね、忍者ガイデンかな。あそこら辺。で、最近は仁王とかですね。あ、これ複合ですね。なるほどね。ちょっと待って。まずこのゴブリンナスを、これ結構やったよね。前衛と後衛がいるっていうさ。あと、技一発のこの、あれか、MP 結構使うんだな。で、最後へばって、そこに。よし。しっかりもターンをね、見極めて、アタックしていく。なんとなく分かってきた。しっかりしたもう単性のゲームですね、これ。よし。これ何?あ、靴ね。で、この最中、この最中もあれか。時間進んでんのか。ちょっと怖いやつ。で、これは。そう、しっかり受け止めて、で、自爆させる。よし、行ったはず。よし。ただ、こいつか。ファイヤー、撃ってこないかな。どうかな。拡散炎。あ、そう、これはファイヤーだ。そっち行く。いや、これね、敵硬いな。待て、なんか一体よくなった。あー、後ろにいんのか。なるほどね。うわ、ちょっと待って。はい、よし。で、こいつにまず。よし。で、自爆。いいよ。はい、受け止めて。これは本当に寄っていけんぞ。
はいね。ここは本当にやりやすいよ。で、こいつ自爆でしょ。よし。これは、あ、そうかそうか。ポーション使うのか。蘇生に。で、ファイヤー。よし。で、いったはず。よしよし。ちょっと待ってね。途中の分岐路、あれを見ていこう。キャスターマスクとバンダナ。これ勝手に復活しないの？それかまだ戦闘のあれか。こっちも死んでんじゃん。マジか。どうしたろう。おそらく他に敵はどっかにいるはず。あ、終わったのかな。よし。で、グレートソード。これ、ポーションどっか落っこってないかな。マジで。ないんだな。基本落っこってない。よしと。こっちの方が安全だ。ネットでこの主人公か、ジャック、ラーメン屋の店主っていう風に言われてましたね。で、自分はあの子にすごい見える。ジェイク、バイオ6のジェイク。そう、これね、こう体験ね、リーチが本当に絶妙なんだ、マジで。もうちょい長ければいい感じに処理できるんだけど。問題ないね。よくやったな。次も頼むぞ。振りの遅さもね、本当に絶妙。死にゲーとして絶妙ですね。これやっぱ怖いな、リンチ。ハードこれガチですね。あ、もうちょいだ。よし。あ、危ねえ。で、コテを取って。押した。あ、なるほどね。道はこういうふうに開通するのか。よーし。で、さらに装備。よしと。いや、これね、楽しいわ。なんか、死にゲーの新しい形というか、FF との融合っていう。で、思ったより足し算がね、すごいしっかりしてる。成功してるっていうイメージ。で、こう開通しました。敵だ！やるぞ、ついてこい。できればバックアタック。あ、これまずい。そう。あの瞬間ですとスーパーマンですよ、敵は。よし。これで、どうかな。あ、で、さらに。ここにさらにあるのか、これ。うわ。ちょっと待ってよ。あ、ボム来た。どうしようかな。味方ワーッと行くんだよな。ちょっと待って、マジ怖い。あと、この荒々しい感じのね、津田さんのお声がね、すごいいいわ。そう、これね。よし。で、これは、ガードなり、そう、回避なりして、いてぇ。まずい。一発回復。で、拡散や。これは、回避。うわ、くそ、味方が2匹、2匹じゃねえや。二人とも死んでんだよな。まずい。うわ、これ痛いやつ。マジか。自爆これあんな食らうの？あ、ポーションよしよしよし。そう、やっぱポーションないとね、話になるんだ。よしと。で、多分、そろそろあれかな。なんだっけ、キューブ？セーブ地点。この体験版がですね、確か90分ぐらいかな。1時間半ぐらいという話です。まあ、なんで、皆さんもね、
適当にこう中断して、まったに見てください。よしよしよし。やっぱゲーム的にね、これないとな。でただ、雑魚デッキはですね、これ復活します。と、ジョブツリー。今ね、6ポイント、あ、いいね、増えてるわ。で、体力、プラス4。これ取って、非ブレイク量、マイナス 15%。これやっぱ欲しいかな。取っとく。んで、もう取れません。よしよし。まあ、とりあえず、パッシブをね、持っていきましょう。モリモリと。これはいけるの？あ、ショートカットか。なるほどね。開通しました。で、バックを取れる。これは、何？バトルセット。バトルセット2が解放されました。バトルセットは三角で瞬時に切り替えられます。ブレイクゲージはバトルセットごとに独立しているため、戦闘中にバトルセットを切り替えることで、バトルを有利に進めやすくなります。で、バトルセットの編集。バトルセッティングでは三角を押すと編集するバトルセットを切り替えることができます。まあ、例えばそうね、遠距離と近距離とかか。あの炎邪魔だな。邪魔だね。で、これがですね、コンと魔術師。まずコンの特徴。コンはブレイクダメージに特化した最属性の武器です。体験に比べて攻撃が素早く、また盾を装備できるため、攻守ともに柔軟に対応できます。四角な帽子、これはため攻撃。通常攻撃のコンボ中に前キープラス四角で振り上げ、後ろキープラス四角でカウンター攻撃に発生ができます。カウンター持ってんのか。と魔術師。これ R に長押しで黒魔法を詠唱できます。詠唱中は MP ゲージ2本分まで徐々に回復します。L スティックで魔法を選択。選択した魔法は R にを離すと発動します。R に長押し中に四角を押すことでも発動ができます。燃焼する魔法はアルニを長押しすることで消費 MP は変わらずに、ファイヤー、ファイラー、ファイガーとより強力になります。まあ、要はため時間でさらにじわじわ回復していく。これはそうね、やってみないと。で、最後、弱点属性。攻撃には属性があります。物理攻撃、これは残突砕。で、魔法攻撃、火、氷、雷、土、水、風。一部の敵には弱点となる属性が存在します。弱点属性で攻撃することで HP とブレイクに大きなダメージを与えられます。まあ、例えばさっきのボムには氷とかね、って感じかな。水で消したい。これで、ロックオンからの魔法炎症。これで行く。これ待ってね。黒魔法。これで、ウォーターで火を消す。これね。で、溜めたんで、ウォーターガンになりました。あ、なるほどね。ファイラ、ブリザラ、あとなんだ？クエイガ、エアロガ。これ全部使っていけるんだ。あ、でもこれなかなかむずいな。これ、ま、これなんですか？これ。これ何？バトルセットチェンジ。チェインキャンセル。アクションアビリティで攻撃した直後に三角を押すとチェインキャンセルになり、通常よりも早いタイミングでバトルセットチェンジができます。また、L スティックを倒した方向に応じて移動しながらチェインキャンセルができます。チェインキャンセルを活用することで、敵を追跡する、距離を取る、などの多彩な立ち回りができます。これはね、結構むずいと思うわ。瞬時にその、ジョブっていうのを変えていくんだ。あ、で、待って、サボテンがいる。まず、やっぱボムか。こいつらに、ウォタガをほら。そう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 。で、さらに、ウォタガをほら。あ、これいいね。あいつらを、おとりにして、よし。で、ボタンがほら、打っていく。で、そろそろ MP がなくなりますと。よし。よし。んで、装備、これ取って、ここね、ちょっと暗いかな。まあ、編集でなんとかしよう。あと、ここにも。よし。はいね、ポーション。あとですね、これ何？先にまず、バトルセッティング。で、装備。あとですね、ジョブ適正。ジョブ適正のついた武器や防具を装備すると、そのジョブは経験値ボーナスを得ることができます。また、ジョブ適正の種類や数値に応じて、ステータスも上昇します。装備のレベルが高いほど、より高いジョブ適性がつきやすくなります。
敵が手強い時は敵は倒して装備を集めてみましょう。でもう一個、バトルセットの効果。バトルセットのジョブはもう一方のバトルセットにジョブ適正として付与されます。また力プラスなどのステータス系のパッシブスキルはもう一方のバトルセットでも効果を発動します。強くしたいジョブをバトルセットにして成長させたり、すでに成長しているジョブをバトルセットにしてステータスを伸ばしたりすることでバトルを有利に進めやすくなります。で、装備。複数部位にまたがる装備。一部の防具は複数部位の一体型になっています。例えば、ペールプロテクターは胴と腰の一体型防具。他の腰防具と同時に装備することはできませんが、その分パラメータが高いです。なるほどね。まあ、とりあえず最強でいこうか。魔術師。これもそうね。これでいいや。あとはですね、コマンダビリティ。これでいく。ジョブツリー。これいつの間にか持ってんだな。ポイント。ジョブポイント。で、体験士。このポイントはですね、共通ではない。別々ね。じゃあまず、リインフォース。よし。で、さらに、力プラス。で、今度、魔術師。これがですね、まず、フレームインパクト。で、セットする。四角からの、これね。R2、フレームインパクト。と、知性プラス2。いいね。よしよし。まあ、ただ、基本やっぱり、こっちかな。で、開けていく。眺める。かなり広い部屋だね。魔物も多そうだ。気をつけよう。ちょっと待ってね。こっちはですね、これもういけないのかな？ああ、崩落してんのか。つまり、こっちに行ったか。なんとなく右、ああ、これあった。で、ジョブ変えて、よし。アビリティの直後に、参加。これ慣れてくるとね、確かに面白いわ。ただ慣れないとマジで難しいと思う。基本複雑だし、操作。あぶね。よし。で、MP がですね、今、ないのかな。あの、紫の、ゲージ。ああ、そこにあいついたわ。ボムちゃん。これは、待ってね。ボタンが。ああ、下行っちゃったな。あ、これ振り遅いんだ。なるほどね。下まだ中で燃えてんのすげえ。ウルフ。こっから、ああ、でもそっか。魔法撃っていけるんだけど、連発できないんだな。MP がないから。これ怒ったらこれ絶対死にますね、これ。強敵すぎる。ウルフ、あいつら何効くんだろう。火かな？ファインが。当たらないのかい。健康だ。そうかい。じゃあ、下行こうか。大量のウルフ。まず、弱ってるやつをね、しばいて、数を減らしたいんだけど。あ、ここにいたわ。MP がない。ライトブリンガー、今これ発動できないでしょ、だって。まずっ。一斉に敵がね、技を出し始めた。おい、こんな無理だよ。早く。うお、くたばるくたばる。ちょ、仲間これなんとかせえ。この数はこれ、うまい下手無理だ、これ。関係ないもん。きつい、ここ。これ、ダッシュ攻撃ちょっと欲しいな。よし、あ、ただ、柔らかいのか、そこそこ。へ、集合命令だって。まずい。あぶね、今の、やばかった。
一発回復。あー、こいつリーダーか。どうになんかお堅いと思ったの。はい、もしいた。さあラストはこいつかな。おーし、でハーミットクラブ、忍者のクラブ、これ武器だよね。なんで狼がそんな、あと盾か、カイトシールド。ちょっと待ってね、ジョブ2ではなくて、あでも取れんだな、体験士。やっぱ体力かな、体力と、こっち魔術師ルイン。前方方向に魔力を飛ばす無属性の攻撃、あとフロストスイング。どうしようかな、フロストスイングでセットする。これがなんだっけ、こっち四角四角のこれね、 R2 とバトルセッティング。よし、さて結構強くなりました。でなんだっけ、あっちの上に行きたかったんだけど、どう行くんだっけ、こっから行けなくて、あでもこっからも行けないか、もしかして。それかあれかな、柱かな。ちょっと待ってね、あこれか、これこう通っていけんだな、こういう風に。でシェイドブーツ、多分ちょっといいブーツかな。でこっから下れるんだけど、そう、あこっちか、よしよし、これならば通っていける。あただなんだっけ、シェイドブーツ更新されないわ、弱いのか。でですね、キャスタートラウザー、これなんかもう勝手に装備してくんないかな。キャスタートラウザー、ただこうなっちゃうんだな。上半身ペールプロテクター、今んとこ数値的にはこれがいいのか。じゃあこれいこう。これ製品版でもハードってあるんですかね。宝箱か。で、おそらく、再びセーブかな、そろそろ。ハルバード。で、さらに、新ジョブね、ジョブの選択。新ジョブが解放されました。解放されたジョブはジョブ欄で、バツボタンを押すことで選択変更できます。ジョブによってステータスや、ジョブ固有アクションが変わります。また、装備できる武器も変わります。で、これがですね、そのジョブね、槍師。槍はリーチの長い突属性の武器。前プラス四角、これは踏み込み突き。後ろプラス四角、これは最属性の叩きつけ。で、さらに横プラス四角、これは薙払い。通常攻撃のコンボ中にも使用可能です。残突際の攻撃を出し分けることで、多くの敵の弱点を突くことができる。これだいぶ万能っぽくない？で、固有アクション。槍師はランサーラを使用できます。ランサーラは射程の長い投擲攻撃。R に流して貯めることができ、貯めた時間に応じて性能が上昇します。これがちょっと使いにくいというか、トリッキーというか、あ、すいません、怒っちゃった。で、落下ダメージ、あ、これもあるんだ。なるほどね。いいサンプルになったわ。204。そっかそっか。じゃあ、そうだね。ここで、槍師、これね。ランスハーラー。ちょっとどんなもんかね。これが突っつくやつね。通常攻撃からちょっと待って、突っつくやつ。あこれね、これなんていうかな、あのスマブラのね、スマッシュ入力、あれに近い。こういう風にで横で薙払いで後ろで叩きつけ、ロックオンをしてから後ろから叩きつけね。あこれだわ。なるほど。ちょっと使ってみようか。どんなもんか。
ここに繋がっていたんだな。左にはしごがあるよ。で、これがショートカット。はしごを蹴り落とすことでショートカットは開通します。で、これ最初の方のあそこね、多分だよね。と、こっち。これなんかさ、すごいボス臭くない？扉的に。一旦、どうしよう。下行って、回復する？やりそうだな。匂いですごい愛用していたから使っていきたいんだけど、多分結構強いんじゃない？うわ、これ結構食らったな。大丈夫。んで、回復。よし。さて、これで行こうか。この先。なんとなく、ボスの香りがします。ほら。あ、違うんだ。これ何？まずボムか。ファイアブレス。ちょっと待って、ちょっとなんかカクってなった。え？なんだ今の。痛え、これ。回復。先に、こいつかな？ゴブリンかな？よし。で、拡散や。あ、これそう、スリップダメージなんだよね。いやー、今の自爆。今のすいません。今のさすがにね、見えなかった。自爆か。多分仲間引っ張られて、で、自爆したんだな。大歓迎だな。やるぞ、続いてこい。さて、リベンジ。いって。切り刻む。あ、これいいね。2回ペンペンやってからの R です。まずいペンペンからの、うわ、ペン、よし、そうそうそう、これね。で、ポーション。そう、この体験まで一旦なんか、配信停止になったんだよな。フリーズするとかで。一発回復。あ、待って、これね、めちゃくちゃやりにくいな、これ。超音波。あれはしっかりあれか。ラーニングする？よし。いやー、それ見えん。押した。この辺はアイテムないかな。超音波2回打っていける。これもいいね。回数制限あるから、これでご利用するってことはできない。結構ね、バランス的には絶妙かな。これで逆開けてみよう。シェイドクローク。ちょっと待ってね。純のどっちだ。体験士とジョブツリー。ヤニシがですね、まずサイクロン。これ、アルに長押し。と、力プラスに。よしよし。サイクロン。これ、どうなんだろうな。そこそこ強いように見える。四角からアルに。じゃあ、セットしようか。せっかくだから。ただ、乱れ好きね。
これを上書きする。よし。で、本作、おそらくね、世界観、FF1 かながベースになってると思う。で、まあなんでかっていうと、ガーランドっていう敵が出てきます。トレーラーで出てきていた、ガーランド。FF1 のボスキャラかな？あの大きな塔に、カオスがいるのかな？まだ先は長そうだ。カオスがいるって何なんその集中力を切らすカオス神殿にカオスがいるっていう。カオスっていう単語を覚えたての子供みたいなさ。小学生みたいな。で、装備シリーズ。装備によって高くなりやすいパラメータや、つきやすいジョブ適性が決まっています。シェード、暗闇、キャスターとペール。装備にはランダムに、アビリティ4ダメージプラスなどの特殊効果がつくことがあります。装備のレベルが高いほど、装備の特殊効果が強力になります。装備を集めて、自分の戦い方に合った効果を探してみましょう。で、ボムちゃん。この数これ結構まずいんじゃないかな。待って、コウモリがいる。ちょい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 。で、ボム。あ、待って、ゴブリンだ。マジか。いや、これね、見えないとほんと死ぬわ。よし。いって、今の。回復。このゲーム、本戦マジでこれいかんす、これ。大きくなる。あ、まずい、誰か行ったな。いや、さらに何、ゴブリン。敵の巣も破壊したいんだけど。今これできる？あ、できた。よし。あー、これまずいね。一発回復。回復。うわ、危ねっ。いやー、ちょっと早かった。これはね、ちょっと死んじゃうかな。まずい、超音波そう。で、さらにゴブリンでしょ。どうだ。あー、マジか、今のあっちからなんかゴブリン飛んできたな。ここちょっときついね。待って、しかもこれ、ここね、すげえカクカクする。おい、このせいでこれ負けるじゃねえか。いや、これきついな。カクカクするのか。よし、まず一匹。よし、ポーション乗った。あぶね。いや、ここきつい。さて、リベンジ。ここはそうね。やっぱりまず、ウォタガかな。とりあえず、いて。ウォタガ撃っていく。よし。属性は、バッチリ。いいね。よしよし。で、ボム1体ね、潰しました。で、次に、あいつだわ。でですね、これ中行くと絶対出てくるんだよな。まずい。いやー、待って待って。いや、これ本当のカックンカックンすんだよね。あそこにね、あれがあるんですよ。はい、よし。こいつやっつけたい。よし、どうかな。さあ、流れに乗って
よし。流れに乗るところに全然違うんだね、やっぱ。よし。いやただ今んとこね、ここきつかったな。ここを渡れば一番大きな塔へ行けそうだな。あとね、このダッシュとローリングね、この感じすごいね、仁王っぽいわ。1回でダッシュで、もう1回でローリング、ここら辺なんかすごいかくつきますね。多分皆さんかくつくと思う。でポーション3つ、よしよし。あとはね、ジョブツリー、これで今ね3ポイント、クリティカル予ブレイクプラス 50%、 これ取っとこうかな。あとですね、体験士、この一番上、新ジョブ戦士、これはウォークラインが使える、これやっとこうか。上位ジョブ、上位ジョブが解放されました。ジョブはバトルセッティングから選択できます。上位ジョブはより個性的なジョブ固有アクションを発動できます。また上位ジョブはより多くの武器種を使用できます。自分の戦い方に合ったジョブと装備の組み合わせを探してみましょう。体験士、これちょっとやってみようか。待ってね、新ジョブ戦士、これやってみようか。戦士これね、ただレベル1かウォークライ、これを使っていける。で、ライフは回復するのかな、戦士。ウォークライ。大歓迎だな。ああ、でもね、これまだ続くのか。で、新要素、ガード不能攻撃。敵の攻撃のうち、マガマガシンオーラをまとった攻撃はガードで防ぐことができません。ガード不能攻撃が来たら、間合いを取る、回避するなどして対応しましょう。で、難易度セーフティーではガードは可能です。とりあえず、見てみようか。どんなやつかな。こいつはね、多分打撃かな。後ろのこれか、やっぱり。叩きつける。待って、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。戦士。で、ウォークライ。よし。ああ、それ、そうなんだよ。あれ、無敵なんだよな、武器。あれ、重なるとね、まあ、きついわ。見えてても何もできない。また行って。よし。そっちは、行けないかな。いや、こっち。これもちょっといけないくさいね。つまり、こっちか。いや、これ結構ボリュームあんな。製品版やるとしたら、とりあえずノーマルかな。一周目は。ここは？そっち。ちょっと待ってね。どれが開くんだろう。これ開くだろう。で、宝箱。いや、なんか罠臭いよな、やっぱり。で、もぎ取って。よし。いかにこれを継続して、倒していくか。っていう感じかな。で、しっかり弱点属性ない？これは突属性に弱い。これ把握して。ハードやるんだったらそんな感じだね。よし。あー、待って、まだいた。
もう一発。よし。で、アイテム。これはですね、更新かける。よし。正直ね、これあんまりこっち側がすごい強くなってるっていう感じはしないかな。敵も強いしね。宿命の大扉の鍵。これ使って、あっちか。宿命の大扉。後ろは戻っていけないかな。あれですね。さあ、多分これでトレーラーのガーランドか。この奥。どうかな。カオスはいるのか。闇が濃い。カオスさん。間違いない。この先にいる。よし。で、セーブ。おそらくは最後かな。のセーブ。で、ジョブツリー。これはね、多分一発では勝てないかな。と思うわ。槍師。一旦いいかな。槍は。と、体験師。と、魔術師。あとですね、上位。あ、これもあるんだ。今4ある。体力。と、ウォークライマスタリー。ウォークライの効果時間中、ソウルバーストが成功すると、効果時間を延長する。ちょっと待ってね。まあ、力かな、無駄に。よしと。あとですね、マイティストライク。物理属性強化。敵の対戦で軽減されにくくなる。これも結構いいんじゃない？あと、ブレイクゲージ、回復速度、10% アップ。これいいね。パッシブスキル。よし。これか。さあ、この奥。カオス。私は。カオスとなるもの。お前たちは何者だ。俺たちはカオスを倒しに来た。予言の光の戦士かもよ。おお。いつも立派な鎧姿で、顔には恐ろしげな仮面をつけています。ガーランド？違う。私はカオスとなるものだ。さて、カオスとなるもの、もう流行語だよね。これはあれか、ガード不能か。いやー、これ必殺技っていうか、のスキル技かアビリティか、あれ使わない方がいいな。食らうもんだってこれ。ファイアブリンガー、これ魔法でしょ。それ何？見えんかった。一発ウォークライ。炎。うわ、え、バカ強くないですかそれ。これでいく。こいつ強い。君強いねって感じで強い、マジで。え、これいけるか。ファイアブリンガー、なんかラスボスより強いんじゃないこれ。あれだって絶対食らうもんな、一発やったら。となるともう一発刺して逃げてって感じか。いやー、それ強い。はい、これめっちゃ長期戦じゃない。2回ぐらい切ったらもうね、避けて、これ回避でしょ。へばってるしな。やることは分かったね。2回ぐらい切ってこれ回避ね。ペンペンで、そう回避。欲張ったら負けです。いやー、痛い。これ強いね、こいつね、やっぱ。
これライフ回復しないかな。危ない。いや、こいつええな。ただ、2割5分削ったね。勝てなくはない。で、これ回避したとこで、これ発動して、ちょっぴり欲張りモード。これまずいんだよね。これまずいやつ。一発回復。いって。さて、となったらですね、もう、安全に行こう。めっちゃ地味なんだけど、2回ぐらい ついたら、何もしない。で、これ横回避。これしっかり回避。回避。で、刺し。アーシャどうでもいい。一発。よし。チクチクからのこれまずいやつ。ないよ。今日終わった。で、回避。で、これしっかり回避して。まずい。で、ファイヤー。まあ、ファイヤー、まとっていいよ、もう。全部かわしてるんだろ。と言ってると、食らう。これ回避。一発回復。いやー、回復とちょうど重なった。チクチク。いや、これ仲間いるかねえかで、やっぱ結構買うんだな。一発回復。あれ横ね。あぶね。なんだかんだでも3割ぐらいか。これまずいやつ。まずい、早く。あ、食らった。これ回避して回復かな。2発で横回避。これまずいやつ。横横。いやー、マジか。今のはね、へこったな。しっかり回避すべきだった。で、ファイヤーね。あ、いいぞ、これで。ただ前半戦か。何それ、火球ってくるのか。あれどうすんだろう。ここだ、外せろ。
当てろ。覚悟しやがれ。
さあ非常にいいとこなんですけども、これで本作の体験版は終了となります。最後に登場したボス、あれやっぱり FF1 のねガーランドっぽく見えるんですけども、この主人公パーティーのジェド、彼はそのガーランドの存在を知ってるかのような様子でした。つまりこのファイナルファンタジーっていう世界のことを知っている異邦人、現代人、これが迷い込んでしまった世界の話のように見ることもできます。製品版では一体何が明かされるのか、今から楽しみに待っていようと思います。難易度もイージー、ノーマル、ハードっていう風に段階があるんで、アクションゲームちょっと苦手って方もね、ぜひ触れてみてください。ではね、また何かしら別の動画でお会いいたしましょう。今回はこの辺で。ご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。